グラスブリッジエンタープライゼスは、アメリカ合衆国に本部を置く、コンピュータ関連の製造、販売を行う会社である。ミネソタ州に本社を置いている。旧法人名はイメーション。本校では便宜上、かつて日本法人として存在していたイメーション株式会社についても述べる。もともとは、スコッチブランドで、時期式記録媒体事業を展開していた、米。 3M 社がこの分野から撤退するにあたり、その事業を受け皿会社として1996年に設立されたものである。これを受け、日本の合弁司会社住友 3M も新会社の日本法人をイメージョン株式会社として設立。日本法人は当初データストレージシステム、メディカルイメージング、プリンティングシステム事業を各として運営していた。 日本法人は1998年に経営資源の集中と基盤強化を図ることを目的にメディカルイメージングをイーストマンコダックに譲渡。2001年にはカラーテクノロジープリンティング事業をコダックの関連企業に譲渡した。2007年4月19日、やはり自社での記録媒体事業取り留めを模索していた TDK から 記録メディア販売部門及び記録メディア分野におけるブランドの使用権を取得したと発表。その対価として上渡対価3億ベイドルのうち2億8000万ベイドル相当はイメージョンの普通株式として支払われ上渡完了後に TDK が筆頭株主となった。完全にグループ市が社化していないのは他の有力企業とも事業上の関係を持っているためである。 2015年10月 TDK ライフオンレコードブランドの返上と同時に TDK より株式を買い戻す。2008年1月1日にイメーションが TDK マーケティングを吸収合併。これ以降に発売される記録メディア製品には TDK ロゴの下に小さくライフオンレコードが付記される。2015年9月29日データストレージ装置ネクサント。と セキュリティソリューションアイアンキーの製品事業に経営資源を集中し、2015年12月末をもって記録メディアオーディオ機器事業から撤退することを発表。北米と一部の地域を除き、日本を含めた各国の現地法人は解散することとなった。2010年より大きく方針を変更し、日本での最終的な事業展開は2つのビジネスユニットを軸としていた。 2017年2月21日、現在の法人名である、グラスブリッジエンタープライゼスに解消した。2019年11月19日、日本のイメーション株式会社が法人格を含めて完全生産し、名実ともに日本から完全撤退した形となった。TSS ビジネスユニット CSA ビジネスユニット、ありがとうございます。